皆さんこんばんは、ゆっくりです。今回は駅タグの旅第2弾です。ゆっくり見ていただけると幸いです。それでは行きましょう。シュシュポポ。皆さんこんばんは、ゆっくりです。今回は駅タグの旅第2弾です。最初は丸亀駅にやってきました。丸亀駅13時19分から20分発着、特急潮風石鎚松山行き8600系特急電車です。丸亀駅13時28分から30分発着、特急潮風岡山行き特急石鎚高松行き8000系特急電車です。丸亀駅普通列車観音寺行き7000系普通電車です。丸亀駅13時40分から41分発着、臨時列車アンパンマントロッコ列車岡山駅です。丸亀駅13時43分発、特急南東交通機2700系特急機動車です。丸亀駅13時49分通過、貨物列車大王製紙工場行き EF210 電気機関車です。次は高松駅にやってきました。高松駅6時59分回送列車隣に車両基地に戻ります。1600系特急機動車。高松駅7時5分発、特急寿司を徳島駅2700系特急機動車。高松駅7時14分着、普通列車高松駅7200系普通電車です。高松駅7時17分運用に着くために入線しました。8000系特急電車リニューアル車です。高松駅7時23分発、特急四万十高知行き2700系特急機動車です。高松駅特急一周地松山行き8000系特急電車リニューアル車です。高松駅7時42分回送列車となり車両基地に戻ります。1500系普通機動車です。高松駅7時50分着、普通列車高松行き1200系1500系普通電車です。高松駅7時53分回送列車となり車両基地に戻ります。キハ185系特急機動車です。高松駅8時1分発、寝台特急サンライズ瀬戸号琴平行き。高松駅8時6分着、快速マリンライナー高松駅5000系223系近郊型電車です。高松駅8時14分着、特急四万十高松駅2700系特急機動車です。高松駅8時16分着、特急モーニングエクスプレス高松駅8000系特急電車です。高松駅8時22分発、快速マリンライナー岡山駅5000系223系近郊型電車です。高松駅8時24分準備を行うために入線しました。観光列車四国真ん中千年物語キハ185系特急機動車です。高松駅
8時25分発特急四万十高知行き2700系特急機動車です。高松駅8時39分運用につくために回送運転を行います。四国真ん中千年物語キハ185系特急機動車です。高松駅8時44分着特急伊州市高松駅2600系特急機動車です。高松駅8時45分発特急伊州市多度津駅8000系特急電車です。高松駅8時51分着普通列車高松駅キハ40-47系普通機動車です。高松駅8時54分運用につくために入線しました観光列車アンパンマントロッコ列車キハ185系特急機動車です。高松駅8時55分運用につくために入線しました2700系特急機動車です。高松駅8時58分運用を終え車両基地に戻ります。キハ40-47系普通機動車。高松駅9時10分特急逗子徳島駅2700系特急機動車。高松駅9時13分発観光列車アンパンマントロッコ列車琴平駅キハ185系特急機動車。高松駅9時21分着特急四万十高松駅2700系特急機動車。高松駅9時29分運用を終え車両基地に戻ります。2700系特急機動車。高松駅9時31分着特急逗子を岡山駅2700系特急機動車。高松駅9時33分発特急逗子を岡山駅2700系特急機動車。高松駅9時36分回送列車とに車両基地に戻ります。1500系普通機動車。高松駅9時40分運用に着くために入線しました2600系特急機動車。高松駅10時10分発特急逗子徳島駅2600系特急機動車。高松駅10時14分発普通列車オレンジタウン行き1500系普通機動車。高松駅10時31分着特急逗子高松行きキハ185系特急機動車。
高松駅10時36分運用へ車両基地に戻ります。キハ185系特急機動車。高松駅10時47分発特急一周地多凸行きキハ185系特急機動車。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。